BQ。 はい、今回はですね、はい、全日本インカレ2019か、はい、去年ですね、去年の、決勝戦の実況をやっていきたいと思います。はい、対戦チームは、早稲田大学対筑波大学、うん、でこれは今流しているのは4セット目なんですけど、うん、1、2セット目が早稲田が取って、3セット目が筑波が取ったという感じですね。はい、はい、まあ、結果はね、皆さんは知ってる通り早稲田が優勝したんですけど、うん、まあ明日、うん、何や、俺らから言ったらまあ明日やね。明日か。そう、今これ明日前回の決勝なんですけど、これ多分月曜日に上がるんで、前回の優勝のチームは決まってると思うんですけど、明日前回があります。そう、ね、これ撮影日が12月の5日ですね。そうそうそう、はい、なんでまあね、前回が合ってるってことでね、決勝戦をちょっと実況していこうということですね。はい、はい、まあ、今年もね、早稲田が軽々と今のところ決勝来てますからね。そう、これがね、上がった時にはもう結果分かってるけど、そうそうそう、まあ、今現状では日体大と早稲田、早稲田のどっちかが優勝するっていう、ね、うん、感じなんですけどね。どう見ます？え、この試合？いや、明日の決勝戦。そうそうそう。そうね、まあもう前評判は圧倒的早稲田のみんなかなって思うけど、そうね。まあどうやら、やっぱね、高橋藍君が、暴走しとるらしくて。やばい。マジ暴走しとるよ。俺試合見てないんやけどさ、みたいな、うん。うん。やっぱでも、通用するっていうことは分かっとったけどね。そうね。いやもう、えぐい。もう一人、次元の違うバレーしよる。まあだけど本当に、石川がさ、うん、大学でバレーしようみたいな。ああ。そんな感じ。でも打ったら全部決まる。やばい。すごいよ。この、今映像で流れとるさ、この、早稲田。うん。今年の早稲田、今年の方が強いか。今年が、そうね、ここ最近は歴代最強って言われたわけね。あ、そうなんや。うん、歴代最強、うん、そう、そうやろ。まあ、本当に穴がないもんね。やばいね、今の早稲田。そうなんや。だってさ、準決勝も 3-0 でさ、圧勝で余裕で決勝に上がってくるけね。えぐいよ。このチームも相当強いけど。この時もね。だってこのチームも、2019年、クロアシカなんかでだって、ブレイザーズと、ウルフドックス、うん、多分倒しそうもんね。あ、そうなの、うん。ぐらい強いチームで、またさらに強いと。ここ最近はもうずっと早稲田が強いのよ、なんか。うん、今3連覇。で、4連覇かかってて、さあどうなるかって感じ。なるほどね。日体も、昨日のバレー見る限り、マジ強い。そうなの。そう。なんかね、リーグ戦？入れ替えのリーグ戦あったやん、うん、秋の。で、日体と、筑波がやりを試合見たときは、あ、日体、うん、まあ微妙やなと思ったけど、普通に昨日のやつとか見るからめっちゃ強かったね。まあ、ランくんが馴染んできたんじゃない？もうそうね。だからランくんの本数やっぱ多いし、えぐい。しかもセッターも上手かった、日体。ちっちゃいんやけど、170センチちょいしかないんやけど、めっちゃ上手かったね。あのセッターもう2年生やったんやけど。楽しみですね。うん。日体とかは来年も強いんじゃない？そうね。4年生はレフトのこと、ことの子しかできないけど。1年生がその主力でバコバコやるっていうのはすごいね。やばい。さあ、全く映像に触れずに、ここまで来てますけど。そうね、もう、あれやけ。前日の、前日がね、あのもう、あれやけ。前日に今撮っとるけ。そうね、もう、今年のあれで、テンションが上がってますね。完全に。じゃあ、この去年のやつの実況で、うん、軽くやっていきましょう。この時のこの4セット目は結構、あれやったっけ？あっさりやったっけ？確かに。だけど、なんならこれも 3-0 で終わるかと思ったけど、だから3セット目、筑波が取ったよね。そうね。まあ、筑波も強い。だけど、筑波と早稲田が、本当に、なんていう、もう、組織。うん、組織がもうしっかりできとるって感じやけ、もうこの2チームがやっぱ強いよね。それに、だけ、今回もさ、その、筑波が、うん、まあ日体に勝つやろうなと思ったけど、日体がやってきましたね、ちょっと。かわいいね。もうパイプやけどさ、
前の時間差みたいな、うん、俺らが前線中みたいな感じ。それやっぱ平気でやってくるよね、すごい。はい、7対2ですね。マスダが走ってます。宮浦のね、ジャンプサーブがすごいよね。やばいね、マジで速くて曲がる。多分取れんのと思う、リアルに。だってさ、筑波もさ、レシーブめっちゃいい。ほら、4枚レシーブしようけん、筑波が。これでサービスエース取ってくるけど。うーら、もうすげえ。4枚の、やばいなぁ。だけどさ、普通、その間とかでさ、決まるやん。うん、吹き飛ばすけん、やっぱ、パワーもすごいんやろね。なんかパワー型っていうイメージなかったんやけどね、宮浦は。まあ、あれやね、早稲田ウエイトとかなんですよ、うん。あとやっぱね、ミートがやっぱ上手いけんさ。そう、ミートいいね。サーブも安定しとるもん、絶対。てか、入れば入るほどマジ嫌くん。しかも一本で切れんかった時のメンタルで、どんどん強めくるけん。つくばもでもサーブいいよ。小沢くんとかこの時やったら。16番ちっちゃいね。あ、そうそうそう。これあれよ。兄弟対決、兄弟対決。ああ、吉田兄弟。はいはいはい。2年連続兄弟対決しようとすごくない？そうか、明日もね。いや、明日もじゃないよ。ん？あ、もう兄ちゃんもう、あれしとる。ああ、どういうこと、どういうこと？あ、明日じゃねえや。昨日か。昨日。高橋兄弟。うん。やってる。あ、そうか、この吉田兄弟が2年連続でやってる。そうそうそう。そういうこと。あ、違う。2年連続じゃない。だけど、今年、この吉田兄弟の対決、今年は高橋兄弟の対決。あ、そのこと言ったっすね。そう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 。兄弟対決熱いよね。すごいよね。しかもさ、準決勝と決勝でやるって、まあ、すごいよ。お互い弟が勝つっていうね。大体そのスポーツ、弟が勝つようになっとるよね。うん、そう。成績は、うん、さあ、ボー君のサーブです。ボー君もいいよ。ボー君は、ジェイテクと行ったらすぐ出るから。あ、ジェイテクと、うん、ミアラと2人。バック打つね、バック。高っ。打ち方がマジでうまい。いやー、いいねー。最近こういう子多いよね。もうなんか、でかくてさ、普通に打ち方うまいみたいな。うん、やっぱ石川が現れたことによって、みんなそうなっていたよね。確かに。石川がね、その、でかくてめっちゃうまいっていう、一番最初の、選手って感じよね。そう、俺らの近くの世代で言ったん、うん、能力高い人とかやっぱいろいろおったけどさ、ちっちゃいもんね。そう、ちっちゃいとかちょっと不器用とかは、大きくてもそんな高数値が重要じゃない。うん、そう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 。だけど最近はマジでレベルが高いわ。やばいよね。ラン君もそれこそすごいしさ。すごいよね。ラン君の昨日のプレーはマジビビったわ。えぐい。でも、早稲田は今年それこそ俺ちゃんとあんま見てないんやけど、うん、でもなんか、試合展開とかは分からんけど、点数だけ見たらさ、全部圧倒しとるけんさ。だって、5人、スパイカーがおってさ、こうくん。うん。全員エースみたいな感じじゃん。そうね。どこ上げても、エースが打ってくるみたいな。えぐい。やばい。まずだってさ、レシーブがまずいいやん。うん、で、スパイカー強いっていう。で、クイッカーはもちろんレシーブいけんさ。セッターがコバセンかけりゃもう、早稲田はめっちゃ強いと思うし。セッターもうまいよ、ほんと。あ、この、この映像のまま？そうそうそう。あの、大塚の子。うーん、大塚の。大学からまともにセッターしたんじゃない？なんか、早稲田もさ、みんな相方に似てるよね、結構。確かに。翔平さんみたいな相方さ、めっちゃ。なんか、みんなこう、ここでね。うん、みつきくんはちょっとなんかまた能力が、身体能力があるとなんかちょっと違うけど。天皇杯は、早稲田とどこが出るの？つくばかな？
どういう基準なの？いや、どうやったっけな。でも関西とかも出るくない？天皇杯、基本は、天皇杯は、確か、春リーグ、春リーグの4位か5位ぐらいまで入ったチームが確か出るんよ。いつもやったら。うん、確かね。もう入れると。でもリーグ戦がなかったけん、ベスト4が出るんかな、うん。そういうわけじゃないか。去年のだけ成績かもね。でも確かね、早稲田が、カナと当たるの確か。ちょっと怖いんじゃない？パナソニック。マジで打点高え、大塚くん。これは上打つかったね。打点高えっていうか、上から打つ打ち方してるよね。うん。もう。まあ、それを、つくばデータ取ってるかもしれない。つくばマジデータ取ってくるよ。しっかり。いやいやいや、上から打ってくるってわかんないよね。うん、えぐい。今日もみかんはないんですか？あ、ある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 。みかん。俺らの実況の醍醐味といえば、ちょうど多分ね、2個あるよ。みかんを食いながら実況するっていう。ちょっとちっちゃいけど。冬になったけんね。みかんが美味しいじゃん。小ぶりがやっぱ甘くて美味しいよね。そう、これ甘いめっちゃ。久々に危ない。さっき食べようと思ったけど食べんかったよ。すげえ、うんうん。え、もうバレーやめたと？いや、今 FC でやるよ。FC で弟が今日体のセンターレギュラー。2年生かな弟は。弟は早稲田に行かなかったよね。そうね。まあ、早稲田だっけ今2年生の代やけ大塚くんの代か。大塚くんの代って他誰がおるんっけ？早稲田だってさ、3人か2人とかしか来れんやん。宮田が、アウトー。ならでもコースがいいもんね。うん、もう入っとったら決まっとうもんね。うん、なんだやけど多分ちゃんと狙っとる。狙っとるね。うん、その、思いっきり打てんと分かった状態やけど、いやらしいとこに落としそうという意識がやっぱ感じられますね。はい。ちょっとね、みかん食べよってはね、くちゃくちゃうるせえよってたまに言われるごめんね。くちゃくちゃ言ったらごめんね。お前みかんちゃんとこっちから向ける逆やないと。違う、こっちから向いたら白いのがいっぱい取れるんだよ。あ、そうなん。いや、でも俺白いの食べたいけん。あ、そういうこと。逆にね。ビタミンが、栄養が。俺白いやつ取りたいけん。この、なんだろうな。乳首みたいなって方向かな。甘い甘い。これどこで買ったいつもの八百屋。お前まだあそこに八百屋行きよる。今日も行く、今日も。そう、野菜とフルーツがなくなった時に行くっていうね。八百屋にわざわざ行くって思うよ、うん、俺はスーパーで買うとさ、うん、いや、スーパーでも買うよ。だから八百屋、その寄った時とかトレーニング帰りとか楽しいけん。いや、八百屋好きやもんね。まあほら、スーパーとか好きやね。誰16番？あ、ピンサー。ピンサー、これ違う、レフトやない。あ、レフトの子。あ、そうか。うわ、小ぶりでこれ甘そうやわ、めっちゃ甘い。この前のね、フジテレビのね、みかん食いながらできたらよかったね。さすがにフジテレビでみかん食べることはちょっとできない。俺らの土地じゃないで。確かに。うお、うわ、もうさ、やば、えぐいよ、コースが。あんなん打てたらさ、やべえよ。気持ちすぎるよ。
一人で、これ見た。やばくね？子供がおる？子供っつうかなんか。何今、なんか今みたいになっとっちゃうけど。何これ？レーズン？何が起きたんこれ？突然変異起こったうち。双子になりかけてなれんかったやつみたいな。じゃあ一応一個なんや。え、そうや、そうや。すげえ。見えんね。だけど成長してないやつ。成長できんかったのか。多分一番見える。ニモみたいな。バーン。バーン。ジェフリーの弟。これ ?23 番。あ、今の？つくばね。あ、つくばね。あー。よかったね。うん。細いね、めっちゃ。え、ジェフリーは、なんか、ガタイ。いや、よくはない。よくないと普通に細いって感じ、ジェフリー確か。ジェフリーの弟がでかいんじゃない？ジェフリーなんぼ85ぐらい。そんなね、大きくはないと思うね、ジェフリーは。弟の方が多分でかいんじゃない ?90 ぐらいあるんだよ、弟は。ジェフリー、ケツがめっちゃ、ああ、外国人みたいなね。お尻がめっちゃプリッてする。あ、ジャンプできそうなケツってことね。うんうんうん、あのプリッてなった人、ジャンプするもん、ね、すごい、ケツの筋肉が。ブロックだけ、マジで。すごい。さあ、終盤に差し掛かります。あんなやっぱさ、通過点が高い点飛んでいくんやろ。うん、そうだと思うよ。ちっちゃいやつやと、あれ綺麗なワンチになる。ね。すごい。だってここに当たるけんさ、あそうだけど俺もブロックとかそうやもん、そのあんまりさ出らんけんさ前出せって言われるこう、うん、こうやったらさちょうどなんていうここに当たってさ真下に落ちんわけよ、うん、俺の場合はでこう前に出すけど手のひらとかちょっと俺こうやってたもん、うん、じゃあここに当たるけんパーンと落ちる、うん、手出る人はさここでバーンと押さえ込める感じ。さあ、つくばが粘ります。20対14。ちょっと明日の全カレー、あ、違う、明日の全カレーですよ。うん、ちょっと熱いんじゃないマジで。その水町 VS 高橋だ。マジで上から打ってるコースに孫ちゃんも、あ、つくばそうよ。だけどさ、氷とかもさ全部上から打つよ、つくばの、うん、でも全部拾われる、全部データ取って。すげえ。リアルに。で、早稲田とか筑波でやった時とかは、本当に全部上から打つんやけど、うん、全部本当にデータ取って、取ってくるけ、相手が。一気に決定率がやっぱ数字的に落ちよったもん。いいね。日大もね、頑張ったけどね。そう。日大、ベスト4行ったんよ。え、日大、あれ？今日試合？今日試合、今日試合。3位決定戦。そう。順天とやるより。あ、順天と多分これからやるんかな。うん。楽しみっすね。すごいわ。日大もね、小田校が入った時は2部やったのに、すっかり1部の上位の。あ、そう。だけど多分今入ってくる子とかは2部を打ったっていうの知らんのじゃない？もうだって、1、2、3、4、5。もう5、6年おるよ、1部に。すごいね。うん、すごい。1回落ちかけたけど、耐えたもんね。村本くんが来ましたね。おぉ。知っとんや。いや、なんかこういう名前出てきた。ああ、そういうこと。洛南の子。20番、なんとかトビアス。トビアスくん。双日の子やったっけ確かね。そのまま上がってきたよね。加賀ちゃんみたいな感じで。うぉ、あれそう。ねえ。ビヨーンってなって。ピザで入ってきてさ、ジャンサーってめっちゃきつくね、体。絶対打てん。ね。肩ぶっ壊れると思う。まあ、わかる？その、大学生とかでいけるのかな、ね、今は。肩とかはあれやけど、なんか普通に飛べんそうやけど。うん。さあ。お、これ決めるのか？おぉ、うまいね。あー、いい切り返しやね。
やっぱさ、うん、ラリー中はこう今みたいにさ、テンポ速い方が有効なんかな。うん、場合によると思うよね。小沢くんとかはさ、多分ちょっと浮かして気味の、あれで打つけど。打点高いけどね。うん。急に速くするとやっぱついていくんだよ。まあ、筑波自体攻撃速いけどね、めっちゃ。それだけどさ、筑波はさ、こうもう何回も試合しとけさ、まあ、速さなれしとけどさ、うん、初めてやったら多分筑波の速さビビるよね。うん、初の相手。マジ速い。バックとかエグ。入ったー。あ、だけどそうやったの前回でやった時。もう、パイプつけたもんじゃない。そう、俺らもそうやったもん、なんか、俺らの代に急に速い攻撃しだしたんよ。うん、で、春リーグ一発目俺は筑波やったよ。うん、したらなんか、あんな攻撃めっちゃ急にしてくるけ。何々何ってなって気づいたら、もう試合が終わってた。3-0 で普通に負けた。今はもうそれ関東の人は慣れとうけんさ。うわぁ。あー、抗議しよるけど。あ、呼ばれた呼ばれた。もう何言うよ。えぐいね。絶対代表入るよ。ね。代表に入らんとおかしい。逆に、うん。東京オリンピックはさすがに入らんのかな。そうだよね。まあ、悩みどころよね。あ、アウトやった。ぶっちゃけでも安定感で言えば多分、日本一なんだね。ここのね。うん、西田君とか爆発力はすごいあるけど。結構楽しみだね、その二人の。どっちが出るっちゃうの？どっちも出したいぐらい。そうね。でもまあ、どっち出してもさ、もう同じぐらい活躍するやろうけん。そうね。まあでも代表でも活躍しとるっていうのがあるけど、まあ西田君がそうなったスタメンになれやろうけどね。どっかのタイミングで出るか。それがさ、まあ、疲労の子さんより交互で言ったからね。うん。全然どっちが言ってももう、問題ないと思うけど、ね。そう。だからまあ、どっちかが、例えば調子悪くなったら、うん、例えば、宮浦が入ってきて、うん、もうその、宮浦が調子いいけど、次の日の試合も宮浦で行ってみたいな感じとかはあるかも。もしそうなったら。サーブをさ、買って二人ともコートに入れとくっていうのもあると思うけどね。うん、レフトをどっちからやって。あ、そうだっけ、あれやもんね。宮浦は今年からさ、レフトからも打ちようもんね。うん、今までさ、早稲田こう全部ライトに回りよったんやけど、そのやっぱナショナルとかになったらさ、もう全部、オポでもさ、レフトからやったらレフトで最初打つけんさ。そういう練習も。さあ、どこに上げる？ライトだ！ずー！勝ったー！早稲田3連覇ー！はい、お疲れ様です。はい、っていう感じでね、うん、去年の全日本からは、早稲田大学が3連覇を果たしましたね、うん。で、今年は4連覇がかかってるってとこで、まあでもこれ見てる人は試合結果分かってると思うんですけど、そう、まあ僕らはまだ分かってないんで、はい、明日の試合が楽しみですね。はい。高橋ダン君と水町、うん、この2人で、ね、1年生で注目選手同士で激アツな試合をね、まあ、もう終わってるんで繰り広げたであろうという予想でね、うん、そうね、今回は明日の全日本委員会を楽しみにね終わりたいと思います。はい、はい、じゃあ今回の動画が面白かったら高評価とコメントよろしくお願いします。お願いします。 BQ